新し舞子マ,マリンパークとは、愛知県知多市緑浜町にある人工島の公立の公園。一部事務組合の名古屋港管理組合が設置し、株式会社ひまことが指定管理者として管理、運営をしている。港湾の環境整備を図るために、名古屋港南極埋め立地の一部を整備し、1997年4月29日に開園した。 名古屋市内から最も近い海水浴場として知られ、下記は多数の海水浴客で混雑する。また2005年に開港した中部国際空港からも比較的近く低空飛行中の飛行機を見ることができる。一帯は2010年5月に港をアシスとして登録されており、当園は港をアシストした新し舞妓の中核施設である。 島内の管理施設の電力を賄う目的で2004年9月から風力発電機2機が建設され、翌2005年2月から運転を開始した。浜開き期間中及び土曜日、日曜日祝日は1回500円の駐車料金が必要となるが、それ以外の平日は無料で駐車できる。ファインブリッジ対岸から島内へは2つの橋がある。ただし、 いずれの橋も午後9時から翌朝5時までの間は閉鎖されるため、その間は島への出入りができない。ありがとうございます。